休み。ママと一緒におじいちゃんの広いお屋敷に住むことになったんだけど、蔵の中に先祖からの秘密のメッセージがあったの。私も都市も宗氏も幕末の新選組の子孫、力を合わせて宿敵黒天狗党と戦うようにっていうの。こうなったらやるっけない。先祖の残した剣を武器に奴らの陰謀を暴いてみせる。龍の印は正義の印、新選組参上。ハートを磨くっきゃない、やるじゃん、やるじゃん、あいつバチバチと火花飛ばしてみるか。あいつが振り向いた時勝負はついた。恋の始まりとは知らずに落ちていた。なんて不思議な目をするんだベイビー、僕の全てお見通しだけど素敵に優しくて、僕は息を止めたよ。ハートを磨くっきゃない、本気で磨くっきゃない、あいつに届かない光じゃ悔しいから、感謝するよ。で、頼みたい仕事とは何だね。あるものを盗んでほしいの。あるもの？そう、あるもの。懲りない怪人、蜘蛛男。あれだけ目立つ人物なので、早期逮捕は間違いないと警察当局では広域捜査を展開中です。では次のニュースです。七夕の夜にふさわしい大流星群の話題です。あ、見えた。どこどこどこ。あ、また見えた。嘘。ほら美穂ちゃん、今日は流れ星が一番たくさん見られる日なの。焦らなくてもたくさん願い事ができるわよ。はい。なんだ宗師、しけた顔してんな。いや、どうも気が乗んなくてな。なんで。星は綺麗なんだからな。おお、綺麗だな。はい、いいですか。なんで教頭先生の話を聞きながら星を見なきゃなんねんだ。そうだな。おまけにその後感想文書けって言われてもね、なんかしらけちゃうっていうか。お前結構考えてんだ。まあね、星が流れる天の川、そんな夜空を眺めるのは。そう、愛しい人と二人きり。宗師くん、お久しぶり。ようやくお話ができるわね。お久しぶりって、しょっちゅう教室で会ってるんじゃん。うるさいわね。それもこれもみんなあんたとバカイサミのせいじゃない。なんだよ一体。あ、申し遅れました。私清川真由子、11歳、宗師くんのクラスメートです。誰に言ってんだよおい。私たちこれでも人も羨むようなベストカップルだったんです。それをあんたよ、あんた、あんたが私と宗師くんを引き裂いたのよ。何が裂いたの。引き裂いたの。 あなたが転校してきてから宗師くんは変わったわ。何かというと、バカ年と三人でひそひそ話。宗師くん登校するときはいつも三人、下校するのも決まって三人、おまけに三人で自転車まで乗り回して。ケイもいるぞ。あんた一体何たくらんでるの。
なんだから。よくないの。なんでよ。そうよ、イサミ。マイコじゃないけど、どうなんの。そうそう、どっちが本命なの。はーい、私も知りたい。はーい、はるかも知りたい。先生、はるかも本命知りたい。人のことより自分はどうなんです。先生の本命こそ誰なんですか。そうだよね。そんな人いないわよ。そんなことない。先生可愛いのに。絶対隠してる隠してる隠してるね。え、さあ先生。先生、ヤブヘビだったよな。ほんと竹ヤブだったよな。はるか先生の本命、私も教頭として非常に興味があります。あら、パトカーがあんなに。何か事件かな。まあ、ん、おお、あれはなんとなんと、はるか先生。あら、カズマおじさん。はるかさん、あなたは確か。はい、イサミの王子の坂本和馬と言います。28歳、独身です。いやー、こんな風に出会ってしまうだなんて、なんか幸運。うん、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 運命的。そう、運命的。何かこう、運命的なものを感じずにはいられませんね、先生。そうですか。運命的って言われてもね。わざわざ引き返してきたくせに。ねえ、何ですか、あなたは。何をしに来たんです。ああ、そうでしたね。宝石だろ。うわ、予告状。今夜10時、スターライト宝石店の秘宝、チグリスの涙をいただきに伺います。怪人クモ男。すごいすごい、なんか映画みたい。はるか先生ならそう言ってくれると思ったんですよな。すごいすごい。だー、要するに刑事さんははるか先生に予告状を見せびらかしに来ただけだったんですか。いやー、はるかさん、さようなら。さようなら。本当に高木先生に会いに来ただけだったのね。大丈夫かな、スターライト宝石店。それにしてもクモ男だって。クモ男ってあいつだよな。これが私の本当の姿だ。というわけでやってきたけど、あんなに厳重だったら大丈夫だね。ああ、カズマおじさんも結構やるじゃん。何がううよ。マイコ、予告状見てた時に嫌な予感したのよね。鋭い推理だね、マイコちゃん。ソーシ君、はい、私をあなたたちの仲間に入れてちょうだい。あんたたち見てると危なっかしくていけないわ。あんたたちっていうより、ソーシ君が心配なんじゃない。そうなんだ。ああ、僕は自分で自分が怖くなる。僕の魅力がまた一人痛いけな少女を惑わしてしまうとは。また始まった。お前、その変なキラキラやめなさい。素敵。サンキューベイビー。あー、素敵素敵。そうだ、この花を君に捧げるよ。なんだ、クモとはな。非常計が一体せすごい漫画みたい。オリンピックいけるな。恋の力は乙女を変えるか。あんたね。それはそうと、ここってどの辺だ。あたりをくまなく探しましたが、叫び声の主らしき者はおりませんでした。引き続き警戒を怠るな。クモ男め、来るなら来い。ここどの辺。大江戸市の外れの方さ。
つまり僕たちは学校から宝石店、さらには線路を越えて家とはまるっきり正反対のところに来ちゃったわけ。今頃宝石店じゃカズマおじさんとクモ男が戦ってるんだろうな。新選組大失敗の巻か。しかしクモ男か、懐かしいような思い出したくないような。ナイルの瞳の事件の時よね。はぁ、ま、俺たちは黒天狗で手一杯だし、たまにはおじさんに花を持たせないとね。僕らはお家に帰りましょう。うん、うん、ああ、君たち今何時かな。あ、10時回ったばっかりです。さっき鐘鳴ってましたから。な、どうもありがとう。見たか。うんうん、なんでここにいるんだ。どこ行くのかな。あいつの目当てはあそこだ。まさかこのクモ男様の真の獲物がこの美術館だとは誰も思うまい。我こそは天才、我こそは世紀の、いらっ、わったな。あんた何やってんのよ。スターライト宝石店を襲うんじゃなかったのか。そうだ。全ては作戦だよ。そう、これは良い周到、完璧な作戦なのさ。完璧な作戦なんだ。予告状を出してスターライト宝石店に警察を引きつけ、その隙に美術館のお宝をいただく寸法さ。すごい計画、えらい、えらい。何よ、卑怯なだけじゃない。でも見つかっちゃしょうがないよな。そうだそうだ。ブラーん、ああ、お前ら何か見覚えあると思ったらナイルの瞳の。しかしせっかくもチャリンコで追っかけてきて、それからそれから倉庫に入ったような気がしたんだけど、それでなんだっけな、こう服脱いだようなムキムキっとしてね。あ、君たちそれからどうなったんだっけ。どうなったの。だーこれってどっかに見かけてあるような。なんか間抜けな事件だったな。よし、早く帰ろうぜ。うん、誰かに見られないうちに。みんな、さっきから何してるの。いけませんよ、夜遊びは。高木先生、怒んないから送ってあげる。早く来なさい。剣の秘密、私たちの正体見られちゃった。おはようございます。はい、おはようございます。今日も一日楽しくやりましょうね。はい。それでは出席を取ります。板垣くん、はい。江川くん、はい。越前屋さん、はい。どう思う、はるか先生と舞子。見たのかな、見てたのかな。見てたとしてどうなるんだろう、僕たち。ラブリンは、え、魔法の少女ウルールラブリンは正体見られて魔法の力なくしちゃったんだよな。ラブリン、君はユキなのか。け、見たのね。それからラブリンは魔法も使えないし元の姿に戻れないし大変だったんだけど、新しい魔法のステッキをもらってだな。どうでもいいけど、何なんだよそのラブリンってのは。魔法の少女ウルールラブリン、ガンバマンの裏番組。なんで知ってんの。ビデオで撮ってんだ。見てるんだ。ラブリン、ラブラブ、ラブラブリン。別にいいだろ、男女平等だ、いいじゃねえか。はいはい、ラブリン可愛いもんね。うるせー。要するにあの剣が使えなくなるんじゃないかってことが言いたいわけ。ラブリンみたいに。大丈夫じゃないの、ご先祖様は何にも言ってなかったし。言い忘れてたこともある。ま、それはそれとして、
問題は高木先生と真由子ちゃんが誰かにバラしたらどうなるかってことさ。バレる？小学生が正義の味方やっちゃいけないのよ。そうだそうだ、小学生の正義の味方は禁止です。夜は早く寝なさい。いけませんよ。宗司くんを返して。大人をそんなもんで殴っちゃいかん。そうじゃ、もうやばいけません。やっぱ新選組解散かな。小学生が夜中で歩くのはまずいもんね。さらには黒天狗に僕たちの正体がバレたりして。黒天狗は新選組を狙ってくるのではなくて僕らを狙ってくるとなると、登校途中で新選組め、ご飯の時も新選組め、お風呂の時でも新選組め。ちょっとなんで私がお風呂なの。つまりは家族、その他周りの人たちに迷惑がかかるわけで。お風呂、こら、お風呂はいいの。お風呂はとにかく、そんなことになったら大変よ。なんとかしなくっちゃ。気がついた？君は？そう、カラスの女よ。どうしたっていうの？遅いと思ったら美術館で倒れてたのよ。倒れて？だからここまで担いできたの。いや、面目ない。誰かに会ったような、会わなかったような。頼んだわよ。あの美術館に展示されている雨降り天狗の面は是が非でも手に入れなければならないの。いいこと。あなたもプロなら。あれ、プロならきっちり仕事はするさ。任したまえ。では今夜約束の場所で。さらば。楽しみにしてるわよ、怪人クモ男。今度は画廊かい。またすっぽかされたりして。その可能性大だね。でも一応行かなきゃ。まあ頑張んなさい。うん、しかしどういうつもりなのかな、クモ男のやつ。ほんとわけわかんねえよ。まだ手に入らぬのか、雨降り天狗の面は。は、ただいま全力で手に入れるべく。急ぐのだ。天狗祭りには是が非でも雨降り天狗の面を奉納せねばならない。は、ご安心を。奪う手はずはすでに整えましたゆえ。雨降り天狗。間違いない、クモ男はまたあの美術館よ。あいつの考えそうなことだね。見てろ。クモ男、美術館とは逆方向だぞ。あいつもう何か盗んだんだ。だってまだ10時だよ。くそー、とことん卑怯なやつ。行こう、まだ間に合うかも。僕は安全運転だい。あ、あれ、あれ、あ、あ、みんな行っちゃった。あ、待ってよ、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。兄ちゃん、ずるいずるいよ、僕どこ行けばいいの。ちょろいもんさ。ダメ、もう追いつけない。皆さん、こんばんは。イエイエイ。先生、ケイ、何はともあれ任せなさい。話はケイちゃんから聞いたわ。悪いやつ追っかけてるんでしょ。はあ、そうか、昨日も探偵ごっこだったのね。先生も小さい頃よくやったのよ。ん？何？後ろの3人？はい！気をつけてね。はるか、行きます。あー！すごいすごい！こしゃく。よーし！勝負！あたしはわけない！先生！させるか！Thank you.
メだ、伸びてる。のんきなもんだよな。いざ来たれよ少年たち。さあ来たまえ、最終決戦だ。やい雲男、神妙に仕上がれ。子供だと思って油断した私がバカだった。何、私の今こそ諸君らをライバルとして認め、全力で闘争。なんか聞いたことあるな。見よ、これってまさか。やっぱそうなんじゃない。これが私の本当の姿だ。うん、見たか、この私のポーズを。見たかないわよ。新選組参上。なんか変だったな。普通3度目くらい気をつけるよな。なんか剣のこと覚えてなかったみたい。もしかしたらこの剣で撃たれた人はその時の記憶がなくなっちゃうのかもしれない。え？そうか、だから今までの時も犯人は新選組の顔を覚えてないって。うん、恐るべし剣の力。ま、とにかくだな、剣でやっつけちまえば俺たちの正体はバレないわけだ。お前ずいぶん強気だな。来やがれ黒天狗、新選組は無敵だ。七号様、これを。蜘蛛男殿の車にありました。うん、奴の具合はどうか。は、生命に危険はありませんが、しばらく安静が必要かと。連れてけ。は、新選組がまだあたりにいるやもしれん、気をつけろ。は、あちゃー、本当に来ちゃったよ。お前が来やがれなんて言うからだぞ。いくらこの剣でもあんな鬼一と戦えないよ。とにかく奴らが引き上げるまで待とう。どれくらい待てばいいんだろう。さあね。うわっ、けっ、我慢しろ。トシ、口を押さえろ。どう、はあ、撤収。目を開けられよ。カラスは行き過ぎた。安心して帰るがよかろう。闇あればこそ光輝きを増す。我光守るため闇に生きる者なり。では。忍者か、しかも女の味方なのかな。おお、これぞ。報告ご苦労。はっ、この面を神前に備えれば今年の天狗祭り楽しみじゃの。ちょっと私をほっとかないでよ。先生、ハンドル。やん、昔から黒天狗が探し求めていた埋蔵金、その秘密が意外なところに隠されていた。さあ新選組出走、次回恋泥棒にご用心。絶対見てね。